はい、こんばんは。あ、こんばんは。3月31日、木曜日で、今日は、難民問題を考えるということで、はい、アルペ難民センターの、漆原さんに、来ていただきました。こんばんは。こんばんは。よろしくお願いいたします。はい、じゃあ、漆原さん、まずアルペ難民センター、はい、というのは、はい、今日行ってきたんですけどね、僕。ありがとうございます。ようこそいらっしゃいました。はい、鎌倉に、はい、の、ちょっとなんか高台のところに。山奥で。非常になんか見晴らしが良くて。はい、で、そちらで、アルペっていうのは、はい、まあ、昨日もちょっと話だったんですけど、イエズス会の、はい、神父さん。そうなんですね。はい。なんか、昨日の話では、なんか成人になるんじゃないのなんて。ああ、そうですね。その可能性が非常に高いというか、はい。っていう話でしたけどね。で、そのアルペさんが設立したんですか、はい、あ、いえ、違うんです。まあ、アルペ神父様ってすごく尊敬されてる方で、まあ、もともと日本で、働いてらっしゃった方で、広島の、原爆投下された時に、1945年の8月6日、広島で働かれていた方なので、その、まあ、近くにその長塚修道院というのがあるんだけど、そこの、まあ、お住まいだったところで、この被爆して、はいはい、被災された方が、100名ぐらい、そこで、まあ、避難して、で、看病されたんですね。救護されたということで。まあ、それですごく、まあ、有名な方なんだけれども、プラス、その後ですね、世界の、この難民の支援のために、イエズス会難民サービスという、ジェズイットリフジーサービスっていう、まあ、世界で56カ国で活動しているところなんですけれども、そういうグループを立ち上げた方なので、まあ、非常に、私たちとしては、まあ、尊敬している方で、お名前をいただきました。はい。で、なんか、昨日もアーサー・ミラノさんですけど、もともとお医者さんになろうと思ってて、はい、そう。で、天からこう、お告げがあって、はい、神父さんになったって、そうなんですね。だから、まあ、そういう関係だから、その被爆者のことも、はい、まあ、やったんだろうなっていう。そうなんでしょうね。はい。まあ、そういうことで、要するに名前をいただいた。はい、そういうことですね。はい。わかりました。はい、それで、ちょっと待ってくださいね。頭に入ってないんです、実はね。なんかこういう段取りのあるものって、あんまり やらないので。はい、で、まあ今舞台になってるやつですね。はい、ってことは、多分アルペのセンターの説明をすることになる、ね、ね、と思いますけれども。映像は出るのかな。今日はアルペ難民センターにお邪魔しました。現地のレポーターを担当させていただきます、竹本です。よろしくお願いします。アルペ難民センター地域連携室コーディネーター、漆原さんです。はい、よろしくお願いいたします。今日ようこそいらっしゃいました。ありがとうございます。すごい山の中ですね。そうなんですよ。もうびっくりしたでしょ、これ。それでは、アルペ難民センターの事務局長の有川さんです。こんにちは。こんにちは。お世話になります。有川さん、ちょっと早速ちょっと変な質問して申し訳ないんですけど、はい、有川さん自身は聖職者とか神父さんというわけではなく、ないです。はい、一応信者です。カトリックの信者ですけども、はい、長年こういう移住者の支援活動をさせていただいてます。どのくらい前からこういった仕事に取り組んでいらっしゃるんでしょうか。そうですね、まあ、学生時代からインドシナ難民のサポートをさせていただいて、その関係でちょっとはまあフィリピンに行ったりとか、あと帰ってきたら外国の方がどんどん増えていく時期でしたので、そこから今28年ぐらいこういう外国人の移住者のサポートをしてます。大変なご苦労も多かったと思うんですけれども、今現代ですね、この地点的に見ると、その歴史の中で見るとどのくらいな難易度っていうんですか、社会の寛容性とか難易度とかはどのくらいの位置にあるんでしょうね、今現代は。そうですね、今300万人を外国の方が増えてると言われてます。日本にお住まいの方がいらっしゃいますけども、私が活動を始めた頃は、まあ、100万人いかないぐらいな時代でしたので、まあ、そこからすると、まあ、普通に私たちの身の回りに住民として滞在する外国の方が増えてきてますので、そういう意味ではいろんな意味で
外国の方を受け入れられる素地はできてるかなと思ってます。あの社会はそうな、まあ、の増えたということなんですけれども、なんていうか生活面ですとか社会の制度ですね、制度面でおいてはその昔の方がなんかいろんなことこだわらなかったんじゃないかなと思うところもあるんですけども、今の現代の、あの難民の方にとって優しいでしょうか。そうですね、難民にとっては非常に厳しいですね。というのは日本の難民認定率の 1%、 100人申請しても1人も認定されない、1人ぐらいしか認定されないという状況がずっと続いていますので、厳しいんですが、あの、まあ、それに対して、まあ、最近の、ね、ウクライナあの避難民の状況もあの報道されるにあたって、なんとかしなきゃ、自分として1人の日本人としてなんとかしなきゃいけないなっていう、その世論は広がっていってるように感じます。ただまあ政府に対して、日本政府のそういういろんな制度がなかなか追いついていってないなとは思ってます。ありがとうございました。あの新しいプロジェクトで、はい、あの蜂を飼ってみようということで、はい、あの今ちょうどあの蜂担当の金山がいますので、はい、呼んでみていいですか。はい、はい、じゃあ金山さんお願いします。こんにちは、金山さん。こんにちは。あの蜂担当ということで、はいはい、あの前から蜂に携わりたいと思ってたんですけども、はい、そしたらあの品川で、はい、あの街中で蜂を飼ってらっしゃる方たちが、はい、ここに目をつけてですね、はい、あの蜂箱を置きたいというお話が来て、はい、であの置いていただいたんですね。じゃあ早速巣箱を見せていただきますね、はいはい、あのでもちょっとですね、はい、あの先にお知らせすると、はい、ミツバチはですね、はい、日本ミツバチを呼ぶためで、はい、箱が置いてあってそこに自然のミツバチが入ってくるのを待っている状態なんですね。今ウェイティング状態でこれから来てもらうと、はい、引っ越ししてもらう。春分の日あたりから5月にかけてあの蜂が分蜂するそうなんですね、はい、それを待ち構えているっていう状態なんです。まだ入ってないから大丈夫ですね。あ、これ蜂どういう感じで入ってくるんですかね。ここからこの隙間から蜂が入ってきて、はい、この 上の方から、はい、あの巣を作っていくっていう風になってるんですね。これはなんかね、あの大学の先生が開発した蜂がこう来やすくなる匂いを出すものらしいんですね。蜂をおび寄せる匂いを出してここに蜂に来てもらって、養蜂ですよね、蜂蜜を取ってやるというプロジェクトですか。話によるとこれはかなり試験的な巣箱で、もっと本当はこの段があの狭いらしいんですけど、これは長く蜂蜜を取るため の, あのちょっと試験的な巣箱らしいですね。この窓とかもそうですって。難民センターではバザーなどをやっているそうで、ちょっとこちらで準備が進んでいるようなので伺ってみたいと思います。すみません、こちらはどんな部屋でしょうか。ですね、あの本当にあのありがたいことに全国からいろんなあの物資の支援をいただいています。あの古着ですとか食器類とか洗剤、その他ですね、まあ、必需品、消耗品などを、本当にたくさんいただいています。でこれ自体の管理するのも大変なので、地域のボランティアの方々に、まあ、これ整理をしていただいて、で週に一度ですね、こういうちょっとこうミニバザーみたいなことをこの入居者の方向けにやっています。で、この入居者の方はまあ、お金も持ってませんし、あれなんですけど、まあ、このアルペのクーポンを持っていて、まあ、お手伝いしたりいろんな活動に参加したらもらえると。でそれをあの物に変えて使ってもらってるということですね。服とかあの好きなものをここで買ってもらうということをしています。はい、ありがとうございました。こちらではボランティアの方たちがバザーの準備をされているようです。こんにちは。こんにちは。どうもお疲れ様です。いろんな服があるんですけども、ありがとうございます。これはあの支援物資というか寄せられた洋服をまあ綺麗に ね、 そうですね。今日はあの冬物と夏物のちょっと入れ替えをして、はい、もう少したら皆さんがここに買いにいらっしゃいますので、はい、ありがとうございます。ボランティアの方、どのくらい来られてる、いつもどのくらい来られてるんですか。私ども週に1回しか、おかまと他のグループで週に1回ぐらい見て、はい、なんか代わり合ってやっております。はい、ありがとうございます。どうも。はい、今日ね、はるばる来ていただきましたけれども、
はい、まあ、あの神奈川県の鎌倉市 の、ね、あの12層っていうちょっとあの若干あの入ったところにあるんですけれども、すごい急座が入って、あの、まあ、道路から入っていくとギューッ、はい、ぐーっと上がっていって、そうそうそう、多分こうね上りながら不安になられたんじゃないかな、車だったからいいんですけどね、はい、あれ歩いてたら大変でしょう、本当に不安になりますね本当にだこれたどり着くのかなみたいな、まあ、そういうところでございますけれども、はいはい、そこにあの、まあ、今話していたその、まあ、アルペ神父様の所属しているそのイエズス会という、まあ、あの、まあ、カトリックのグループがありまして、ね、その、まあ、イエズス会の、まあ、持ち物なんですけれども、まあ、修道会がございまして、まあ、木葬の家ってこれ皆さんがあの信者の方があのお祈りをする場所なんですけれども、はいはい、その木葬の家をあのこの難民のシェルターのために自由に使ってもいいですよっていうことをあの言っていただいて、2020年の4月からですね、ここで、まあ、難民の方を受け入れて、まあ、ここで、なんていうかね、ここかいろいろこう、まあ、傷ついてる方はすごくいらっしゃるので、まあ、ここで回復していただいたり、まあ、地域とつながっていただいたりっていう、そういうグループです。はい、あのイエズス会ですね。あのあのそうですね、この、 あの所有者はイエズス会。イエズス会っていうともね、はい、古くはですね、フランシスコ・ザビエルもイエズス会ですよね。あ、そうですね。はい、はい、そうです。そこから、日本だと、上智大学もそうですね。はい、そうですね。はい。だから、まあ、いろいろこう、ね、社会的な貢献ですよね。はい。それで、難民センターを設立したのいつぐらいですか？が2020年の2月に発足して4月から、ね、あのこの、シェルターが開始したんですけれども、ただまだ2年、ま、2年ぐらい、ね、ただいきなりあのこのコロナ禍になってしまいました。あ、そうですね、なかなかちょっとタイミング的にはすごくすごい出だしだったわけなんですけれども、ね、はい、その難民っていうのは、はい、実際にいろんな難民あるんですよね。例えば今もあの話題になってるじゃないですか、その、はい、ウクライナの、あの人たちはある種その戦争で、はい、爆撃される、はい、他国から爆撃されるのを逃げてるわけですよね。はい、そうですね、避難民ですね。で例えばシリアなんかは内戦で、はい、殺し合いやってるから逃げてくる、はい、それ違う意味違いますよね、若干ね、そうですね、はい、それとあとはその宗教的なものとか政治的な迫害を受けたり、はいね、あと少数民族、はい、それミャンマーとかね、今日いらしたのはコンゴでしたっけ、はい、そうですね、方とか、はい、あとは、スリランカです、はい、とか、あ、スリランカの方は要するに政治的な、そうですね、はい、まあ、実際にこの、まあ、命の危険があって逃げてきている、ね、まあ、あの逃れてきているということですね、ね、だから、はい、まあ、いろんな種類があるんですよね、はいすはい、だから、まあ、今言われているのはそのあの、まあ、ウクライナからいらっしゃっている方が、まあ、避難民というふうに言われてますよね、はい、で実際にはその母国でやっぱり迫害を受けてあの出てきてらっしゃる方が、まあ、難民と呼ばれているので、あの昨年のその、ミャンマーですね、2月1日の国軍のクーデターでそれで、それから逃れているとか、あるいはアフガニスタンも、まあ、タリバンが選挙実行支配してそこから迫害を受けているという場合は難民なんですね。ウクライナの場合は、まあ、避難民だから、まあ、言い分けてあのまあ、そう言い訳することによって、何なんだみたいな、そういう議論ありますけれども、なんかの言い訳しようとしてるんですよね。じゃあ難民も忘れないでくださいっていうことなんですけど、でもなんか、まあのね、余談ですけど、なんか辞書みたいなの調べると、はい、避難民っていうのは国の中で避難することで、はい、難民っていうのは国の外へ出ていくことだっていう、はい、のが国語辞典には書いてますよね。ああ、そうですか。あのそういう定義がまああって、ちょっとあのややこしいんですけど、その国内そのまあ母国でこのまあ内戦だったとか迫害があって、その国を出れない場合ってあるわけですよね。はいはい、で出たら難民で、出なかったら国内避難民って IDP って言うんですけど、インターナルディスプレイストパーソンって言うんですけど、でその国境を突破できない人たちも、はいはい、今一緒に数えて8240万人って言って、昔はその国を出れた人だけを数えてたんですけど、うん、今は国内で出れない人も数えてっていうことですね。そうですよね。だってね、はい、まあ、今回もあの、はい、ウクライナもそうですし、アフガニスタンなんかだって、はい、あの出たくたって出られないわけでしょ。そうなんですよね、はい、特にアフガニスタンはだからその辺あんまり報道されてないですけど、はい、ね、もう本当に逃げたいんだけど逃げられないし、はいはい、日本に来れる人と家族は来ちゃダメとか、はい、そうですね、その辺がすごく難しくて、アフガニスタンとかでもやっぱりパキスタンとの国境が出れれば国連の
あのこう、ね、UNHCR の支援が受けられる。でも国境出れないとやっぱりあの自分たちでも自分たちで何とかするしかないということで、ね、あのいろんなこのムスリム系 の、 あの NGO があの自分たちでこう頑張ってやってるっていう、まあ、全然その違いが出ちゃうんですよ ね、 ね、はい、なんかこうねもっと全部一緒くさにね、まあそうですね、そのなんかこう、ね、うん、その支援のシステムがこんな変なその国境とかで、で難民なのか避難民なのかってことでこうそうですね、切っちゃうっていうのはどうなのかなっていうふうに思いますけど、まあ、ただね実際こういろいろ見てるというかね見聞きする、はい、見聞きしてる中では、やっぱりその大量に来た時に、はい、その費用をどうするかとかいろいろなっちゃうんでしょうね、はいはい、そうですね、だから、はい、まあ、今日本なんかだと数十人ですから、うん、はい、まあ、それはなんとかなるか、まあ、日本はねあの海に囲まれてるので、はい、あのひょこっと入ってくるわけにはいかないですから、はいはい、まあ、飛行機は船で来るしかないですから、はいはい、ただね、あの陸続きのところはやっぱり何百万人帰ってきた時に、はい、その人たちほっとくわけいかないですね。そうですね、だ食べ物だけだってまあ大変なことになる。そうですね、はい、まあ、それでもね、いろいろこうボランティアがなんとか、はい、今いろいろやるようにはなってるけど、はい、まあ、そういう意味ではね、なんか、まあ、日本政府含めてどこの国もまあ他のね、あの支援者よりも国は冷たいですよね、はい、そうですね、でなかなか、はい、なんかどういうつもりか分かんないですけどね、うん、今これはすいません、それでかくしてもらえますか、難民、あ、そうですね、これどういうふうに、定義しているのかという話ですよね、ね、はい、だからまあ認められた永住長期滞在、そうですね、だからこれ難民と移民がありますよね、はい、で移民と技能実習生と避難民と、まあ、これ大きく分けて4つには今、これはまあ便宜的に、はい、まあ、これはあのすごく本当の意味で創立的に言って正確なのかどうかちょっと微妙ですけど、僕もよく分かんないですけど、ね、でかつ、ね、あの技能実習生と移民と難民をこう同じ絵の中に入れていいのかどうか、まあ、ちょっと、はい、まあ、要するに外国人が日本に来るという、はい、ことを、あの元にするとこうなるんでしょうけど、はい、ね、移民の人は、まあ、例えば僕もねブラジルかあの、はい、いろいろと親しい人がいっぱいいるので、そう、要するにブラジルに移民で行って、で2世、まあ、要するに2世じゃなくても血が少しでも入ってれば、でそれが証明できれば日本に来ていいよと、あれバブルの頃ですよね、はいはい、でそれもある種その労働力欲しくてやっただけですけど、でも要するに働いていいよって言ってるわけですか、はいはい、難民の方は働いちゃダメなんですよね、難民認定されればあの働いていいんですけど、うん、今あのアルペニで暮らしてらっしゃる方々は難民認定申請中の状態で、しかも仮放免、本来ならば入管施設に収容されている人たちが特別な許可を得て外に出ている方々なんですね。だそうすると就労ができないという、うん、まあまあ、最大の問題と言っていいのかどうか分からないけど、かなり大きな問題ですよね。でも今の絵の図の中に、はい、だからその仮放免の人たちは入らない、はい、入ってないんですよね。そう、だからまあなんというか、まあそう微妙なところですよね。あの難民認定された人をこの難民と呼ぶのだというふうにしてしまうと、本当に 0.4% とか 1.2% の人たちが難民で、それ以外は難民じゃないということになるんですけど、でもやっぱりそのまあ難民条約っていうのがあって、まあ、そこではですね、自分がその迫害を受けてその逃れている、そして母国に帰ったら迫害を受ける可能性があるというような場合は難民なんですね。だから、ね、まあ、今日ねお会いいただいた、あのリビさんなんかはまあ難民だし、そういうふうに考えるとやっぱりね、なんか出てこない人たちがやっぱりいっぱいいる。そうですね、うん、だまあ大体ほとんど、まあ、多くの日本人はそういうこと分かってないんだろうな。だからウクライナの人たちの、うん、はい、県でその難民っていう、避難民なのか難民っていうのをまあ受け入れるんだよねっていうことで、実はそのまあね、上島さんなんかはあの人は難民じゃないですからね。そうですね、だからそういうこうあの人たちは不法滞在者ってことになっちゃってるんですよね。そうなんですね、まあ、不法っていうとねまたちょっとあれなんだけど、今まあ非適法っていう言い方があったり、非正規っていう言い方をして
ていますよね。なるべく不法って不法っていうと法を犯したから悪い人なんだろうっていう風な、うん、ね、こう感じになっちゃうので、うん、だからやっぱりその少し柔らかく、そうそう、だからその法自体正しいのっていうところをやっぱり見ないといけないので、もう法を犯したら絶対に悪い人だっていうのはちょっと違うような気がするんですよね、うん、その法が間違ってるんじゃないのって、そうそう、法がどうなのってそういう話なんです、ね、間違ってるというかね、なんかその、はい、ちょっと冷たいんじゃないの、ね、っていうことですよね、はい、まあ、特に入管法なんかはね、やっぱこう、結構ひどいなっていうのありますので、はい、だから、まあ、ね、非正規滞在、うん、ね、非適法という。だ逆に言うと、そのだから難民認定されてない人たちも同じってことですよね。はい、そうです、ね。不法滞在、だから不法じゃないって言われちゃうんですよ。非正規、まあ非正規ってことは、まあそうですね、非正規滞在者っていうこと。はいはい、になって、はい、ある種だから同じようにくくられちゃってるんですよね。そうなんですね。はい、でかつだからその人が、政治的に迫害をとか宗教的に迫害を受けて帰ると命が危ないんだ、はい、っていうことと、はい、単純にビザが就労ビザが切れてしまって、はい、そのまま闇で働いて、はい、まあ闇でって変ですけどね、まあ、働いてたっていうのと、うん、ある種こう同じザルにボンと放り込まれちゃってるわけだから、見てこ、まあ、外から見てると同じように見えちゃうわけですよね。はい、そうですね。まあ、あとその、まあ、今日の、ね、リビさんみたいに、まあ、本当彼スリランカに帰ったらあの危ない命の危険があるっていうのもあるけれども、もう日本に滞在が非常に長くなっていて、まあ、お子さんがもう日本で生まれていてその母国の言葉喋れないとか、まあ、そういうようなケースっていうのはもうなんていうの、帰りなさいって言われて もう帰れないってい う, もう浦島太郎状態で、もうなんか友達もいなければどこに住んでもいいのか分かんないっていうような方もいらっしゃるんですよね。だからそこそういう方に対してもう帰んなきゃいけないっていうのもどうなのかなって、結構厳しいと思いますね、その辺は。ねえ、はい、先にあのリビさんのやつ出しちゃおうか、嫌だって、嫌だって嫌だって、ね、はい、なのでごめんなさい、なんかちょっと話に夢中になっちゃって、どういう段取りでしたっけ。いやだから、まあ、難民の定義みたいなもの、ね、難民の定義ね、難民の定義はさっきね、うん、あのこうあのちょっと少し触れましたけれども、難民認定 の, あの申請のちょっと手順をお願いしてもいいですか。ああ、はい、お願いします。このまた手順っていうのがなかなか ね大変なんですよね。非常に大きくしてもたくさんの書類を出さなきゃいけないということもあり、それからまあ時間がねなかなかかかると、そうです、ね、はい、何年もかかるとかね。これはそうですね、だからその非常にこの難民申請のその、プロセスというのが非常にこの、なかなか簡単に申請できるものではないということですね。言葉的なことがあったり、ですね、いろいろあるわけです。そして、この難民申請というのが、まあ、今、あの、申請をしている間は、まあ、日本に滞在することができる、帰国しないでいいということにはなって、いるんですけど、今、あの、問題になっている、その、入管法の改正っていうのがですね、これが、入管法がもし改正されると、難民申請2回までは OK。だけど3回目の申請の時に、もう、強制的に、自分の、この母国に、帰還しなければいけないと、送還されてしまうという、まあそういうことが、まあ法的にも、まあ法的な拘束力があるということなので、今までのように、申請している間は送還しない、されないで済むというような状況じゃなくなってくるというようなことなんですね。そこが、まあ一つ、この入管法の、問題点なんです。はい。ありがとうございます。はい、今ちょっと、リビさん。はい、あ、そうですね、リビさんちょっとお話しいただけたらと思うんですけど、はい、どういう方かっていうことでお願いします。はい、スリランカの、難民の方です。今難民、アルペ難民センターの方で、1年半ぐらい、住んでらっしゃる方ですけれども、その、彼の 背景ですか。はい、そうです。はい、まあ、スリランカで、まあ、内戦がありまして、で、彼は、まあ、ムスリムの、その、イスラム議会の、政党の、ボディーガードをしていたんですね。
はい。で、大臣のボディーガードをしていたんですけれども、選挙活動中に、まあ、彼は、その、まあ、まあ、何者かに、撃たれるということがありました。で、もともとですね、その LTTE という、その武力、武装勢力があるんですけれども、タミール・イーラム解放の虎という、グループなんですが、そこの、LTTE の、アジトをですね、そのリビさんが、自分の家の近くにあるということが分かって、それを、まあ、警察に通報したところ、LTTE のその、要員が4人、捕まったわけですね。で、そのことによって、リビさんが恨みを買われて、LTTE の人に、まあ、こう、命を狙われるというようなことが、ありました。家の家族が脅迫されるとか、それから、おじさんが、二人、まあ、モスクでですね、まあ、リビさんの家族は、イスラム教徒なんですね。スリランカの仏教徒が多いところなんですけれども、イスラム教徒で、まあ、モスクでお祈りしているときに、おじさんが、その手榴弾投げられて、二人亡くなっているとか、あるいは、畑で、自転車で移動している ところを、銃で撃たれるというようなことがあったり、友達もですね、二人亡くなっているというふうに、言っています。で、スリランカの内戦自体はもう終結してはいるんですけれども、それでもですね、まだその LTTE というのは存在しているし、それから、その、まあ、そういう、まあ、報復、というようなことは、未だに続いているというようなことで、まあ、彼は、逃げてきて、いるわけです。今日ですね、この、デモクラ、テレビの方々がね、はい、今日インタビューさせていただいたのを映像を出したいと思います。来ていただいてお話を聞いていると思うんで。こんにちは。こんにちは、よろしくお願いします。よろしくお願いします。リビさんは、リビさんです。リビさんで呼ばれています、はい。スリランカからいらしたっていうことを聞きましたけども、はい、スリランカ、インド洋のここの島ですね。島ですよね。マリウィ海。海ですね。そうです。すごく綺麗な島だと聞いてますけれども。はい。リビさんは、何年前に日本に来られたんでしょうか。今、20年。20年。20年です。最初来られて、はい、どうされていたんでしょうか。もう観光ビザで来て、はい、栃木県の飛鳥市に。栃木県の飛鳥で住んでたんです、はい、友達の一緒に、はい、お友達一緒に。そうなんですか、はい、でアルペに来るまでにいろんな体験、はい、いろんなことがあったと思うんですけれども、はい、一番心の中でこう重いなっていうかところはどこの場所だったんでしょうか。もう栃木県に住んでる時は政府から難民協会から、はい、助けたんですけど、エチンとか、はい、食べ物とか、はい、あとストップになったんですけど、はい、ストップになって1年半前に、はい、1人になって1年半前に、そう、前住んでたの親さんも優しい、2年くらい、はい、エチン払ってないから助けた、はい、親さん、2年、そう、いい方がいらっしゃったんですね。そうです。後で言った親さん長いから違う場所を探してる言ったんですけど、あと難民協会からアルペ紹介して栃木県からここ来て、ここで生活今1年半くらい。栃木県ではいろんなサポートがあって、はい、難民協会の方がリビさんを助けてくださったってことですね。そうです。分かりました。で、お友達とかはそこでできましたか。あ、いります、うん、日本人の方ですか。日本人もいる、スリランカ人もいる、いろいろな国の人。あ、いろんな国の人。栃木県のもういっぱい外国人、はい、いっぱいの人、はい、コミュニティがある、うん、あるけど、うん、じゃあそこでは助け合いがあってなんとかそこで暮らされた。あんまり助けるのことないけど、うん、友達、はい、友達。なるほど。アルペに来られて、はい、一番先にこうここに来て思ったこと、
感じたこと、どんなことですか？あ、もう寂しいなったんですけど、うん、友達いない、うん、なるめ、うん、もういつも一人で部屋の中、はい、携帯でニュースとかいろんな見る、はい、これじゃあ、あの一人でお部屋であのニュースとか見たか、携帯で外の世界を見ることぐらいしかない感じですか？そうです。わかりました。リミさん の, あの映像を私あの、NHK の神奈川のニュースで見たりとか、はい、あと東京新聞でもリミさん見たんですね、はい、で例えばカレーを作られるとか、今日もご視聴していただいたこの紅茶ですよね、はい、美味しい、はい、ありがとうございます。あの母国 の, その味っていうか、それを皆さんに伝えてくださってるんですけども、はい、これ私のお母さんの味。あ、お母さんの味。カレーも作るとき美味しい、はい、これもお母さんに作るとき、いつも私見る、はい、これとき勉強した。なるほどね。食べるときにはお母さんに、お母さんに、そうです。なるほど。あの、その文化っていうんですか、もともとあったその食べ物もそうだし、はい、スリランカの文化っていうのは私たちはほとんど知らないんですよ、はい、で日本でこうやって暮らされてて、すごく静かでアルペいいとこでなんて私今日思ったんですけどね、やっぱり寂しいっていうことは大きいですか？今いっぱいの人いるから、たまにお昼とか夜ご飯とかみんな始める、はい、ここで、はい、みんなくれとき楽しいとか、はい、あとは全部みんな自分で部屋中、はい、みんないるけど、はい、うん、ここでお昼ご飯夜ご飯の時はちょっと楽しい、はい、みんないる時、はい、日本のことで日本に来て興味を持ったことってありますか？日本の文化とか日本のことですね、世の中のことで。日本に来て面白いと思うことってある？ああ、面白い、面白いこと、楽しいこと、もうそうですね、ある、いっぱいある。あります。あるよ。ちょっと良かったです。あのいろんな方が来ますよね、ここに、はい、さっきもボランティア の,、はい、あのお母さんたちが来たりとか、子供ちゃんとかいたり、はい、関わってる人もたくさんいて、はい、素敵だなと思ったんですよ、はい、でそういう方とこう交わってこう交流されて、はい、リミさんはあの何でしょう、日本人ってどう思いますかっていう言い方が悪いんですけど、何て言ったらいいんですかね。うん、あ、いいんじゃないですか。日本人のことどう思う？日本人はどう思う？もう優しい、優しい。私も日本人好きですけど。ありがとうございます。はい、もうやっぱりその全部が優しいわけではないと思うんですよ。もう厳しいの人もいるけど、はい、もう日韓も今20年から厳しい、はい、私のこと、もう私も厳しいでも。私好きの人はいります、はい、ああこれ好き、はい、うん、嬉しいですよ、うん、ですよ。あのなかなか難民認定してもらえないという状況で、はい、20年も経ってしまったっていうことなんですけど、はい、リミさんは難民認定されたら、はい、ここで日本で暮らしたいなって今でも思われてます？今も思います？そうです。思います。そう、認定してくださったらここでいろんなことしたいと思います。そうです。認定されたら何がしたいですか、一番最初に？もう自分で生活のことから働くとか、うん、とか、うん、働くない時はお店作るとか、はい、いろんな考えてる。そうですよね、うん、人生のプランというか計画がありますよね。そうです。早く実現 したいですよね。そうです。あの漆原さん、はい、すごくリミさんは優しいですねっていうか私思ったんですけど。そうですね、ありがとうございます。優しいです、本当に。優しいなと思って、うん、ありが
かわかんないですけど、エリさんは仏教の方ですか？あ、イスラム教。イスラム教の方なんですね。わかりました。じゃあ、スリランカでいろんな対立がありましたよね。はい、戦争というか内戦、内戦戦争、そうそうそうです。タミルの LTT ですよね。あまり詳しくないんですけども、タミルの虎っていう、私のおじちゃんとか殺されたの写真とかあります、はい、で彼は本当にもう自分が難民なんだから出るはずだと、難民申請が降りるはずだって信じてるわけです、まあ、その間に、まあ、20年経っちゃったっていうことはあるんですけれども、ね、はい、待ち続けてますよね。でも3回目の申請で不認定になりましたので、今度はもう裁判でこれからまたすごい時間がかかるし、まあ、どういう結果になるかわからないですけれども ね、はい、なんか考えられないですよね。そうですね、20年、うん、我々が20年だって何もしないで待ってろって言われて、そうだからもう自分の人生ゼロになっちゃったってよくリビさん言いますけれども、ね、まあ本当にこの青春時代取られちゃったっていう感じですよね。本当になんか、うん、日本じゃなかった方が良かったんじゃないか。そう。で、そうなんですよね。で、彼に聞くと、やっぱりなんで日本に来たのっていうことを、聞くと、やっぱり、観光ビザで、観光ビザでは取りやすいんですよね。そうか、日本。だから、まあ、そうなんです。一番簡単に来れる国だ。そうか、スリランカね、日本は昔、こう、いろんな、はい、まあ、問題もあったけど、まあ、そういった意味で交流がずっとあったんですからね。はい、そうですね。そう。そしてあとは安全安心な国、というあと日本の発展したイメージっていうのがあって、うん、まあそれを信じてきたんだけどこんなことになってしまったという。ねえ、はい、本当になんか申し訳ないですね。本当申し訳ないですよね。すいませんでしたって感じですけど。ね、なんとかならないですかね。はい、その別に彼だけじゃなくてね、うん、だって彼のような状況の人たくさんいるわけですよね。はい。はい、そうです。はい、あ、でさ、こういうのもすごく大事っていうか、でも。これ、うん、こういうのをさ、ずっとこれ見ました？見ない。スタンプカード、ね、これずっとこれ 2ヶ月とか3ヶ月ごとにこれを押す、出頭届け、次の3ヶ月に1回、2ヶ月に1回、これ毎回やんなきゃいけないの？これこれを2ヶ月に1回、はい、1ヶ月に1回、うん、あ、2ヶ月に1回だ。要は2ヶ月に1回、毎回逃げてませんよと言いに行かなければ。そう、どこまで行くんですか？品川、うん、でこれをスタンプカードもらって、スタンプをもらって仮放免を延長してるだけなんだけど、うん、ここで問題なのは、はい、そこに行った時に収容されちゃうかもしれない、はい、あ、行ったら即収容かもしれない。行ってその場で収容される可能性もゼロじゃないってことが1個と、で彼が待ち望んで難民認定が出るかもしれないわけ。どっちかだ、天国と地獄だから、はい、もう振り子のように出るのか、でも、まあ、やっぱり出ると思わなければ生きていけないので、そうですよ、出るだろうっていつも思いながら、いやちょっと分かんないね、でも収容されるかもしれないからっていうことで、すごくこの振れ幅っていうか、それがすごく辛い状況だってこと、それから今持ってきてこれ写しちゃっていいのかどうか分かんないんだけど、理由書なんですね。それで入管のファイルに例で20人分ぐらいの理由書が載ってたんですよ、はい、その中にリビさんのあるのかなと思って、でも読んだんですよ。分かんない、まあね、いろんな案件あるからね。でそれでこのこれあなた難民認定 しないよと、ね、はい、審査請求っていうのをして棄却すると、はいはい、でなんでかっていうのを一応書いてあるんだけれども、これが困っちゃうのは、はい、これね、これを大臣が、うんうん、なんで大臣が書いたかっていうと、彼がボディーガードをしていた人だからなんです。はい、で私のボス。ボスでしょ、うん、で、だから彼のをボディーガードしてたから撃たれちゃったんで、ね、だから彼が責任を感じて、うん、この人はこういうことがあったから難民認定認めてほしいっていうふうに手紙を書いてくれたわけ。大臣が書いてるの。はい、だけど、2回目送った。はい、うん、これ2つある。そう。2006以降、2009以降、うん、それでね、ここに書いてあるんだけど、一国の大臣という要職に就く者が個人的な関わりを持つ一個人のためだけに他国の行政機関に対してこのような手紙を作成するとは にわかに信じがたく、信じられないよって言ってる。偽造だって言いたいわけです、ね、うん、まあそうですね、偽造というか、うん、まあ、そういうことがありえないと、
いう主張をして、はい、だから、まあ、いくつか他にも理由あるんでしょうけれども、はい、それがあの棄却の理由の一つ、不認定の理由の一つ。でもこれが最も大きな証拠ですよね。そうですね、最も大きな大臣からの手紙の証拠を、それは偽物じゃないかと言う、はい、というのは、そう、これもはっきり書いてあるわけ。恐ろしいことですね。にわかに信じがたい。これ一層にいるときは踊れた。これ大臣に一層にいるとき、一層にいるときは踊れた。うん。そう。だからこういうなんかひどいなっていう。なんか思ったのはやっぱりその入管のところのホームページに棄却の理由が書いてある人のところのは、うん、やっぱりわからないなっていう感じで、はっきりしない理由の人たちがたくさんエグザンプルで載ってるんですけど、これの今 その例っていうのはっていう、そうですね、本当にびっくりしちゃいますね、はい、今だからそのなんていうかクラクラしたってよくわからない。あのそれは今こう裁判されるっていうことで、しっかりその法治主義ってあるじゃないですか、はい、法律で、要するにちゃんとあの物事の理屈が通ってたらそれはこうなんだっていうことに、これだったら絶対になるはずだと思う。そうですよね。だからそのでも裁判もちょっと注目していますけれども、はい、なんていうかその入管のそのリジェクトダメですっていうのに対しても時間を使ってるわけですよね。すごい貴重な人生の時間を。20年間今聞いた最初で裁判ダメになったらここに帰るか、はい、私は帰れない、帰れない、はい、帰れない、ダメなら帰るかって聞くよ ね、 ね、向こうはもう帰ってほしいと思ってるけど、そうそうそう、私言ったら帰れない、うん、帰らないと。あと言った病院のコスリンの病院のお金いっぱいかかる言ったんですけど、はい、私言ったらあなたビザ出して、はい、私自分で働いて、はい、自分で病院に行く、はい、私のお金でコスリン買うのことも言ったんですけど、はい、入管、彼の場合は、まあ、牛久というね、東日本、はい、入国管理センターに行って、はい、それで、まあ、PTSD とかうつになる、うん、まあ、悪化させたっていうことは一つありますね。だから夜は寝れない、寝れなくなって、今も全然 寝れない状態ですよね、はい、そうなんですね。そうで、ちょっとまあ、これはリビさんのケースですけれども、はい、そもそもその難民認定のその認定のこの手続きに関してやっぱり疑問があるのは、やっぱりその書類を出せとか証拠を出せって言うんだけど、難民ってそもそも自分の証拠を焼くか切り刻んでなんとか頑張って偽装して出てきて、その自分の母国を脱出するわけですよね。だから証拠を持ってないのが難民なんだという前提に立たないと、あれもこれも出せっていうのは難民であればあるほど、難民性が高ければ高いほど証拠を持ち合わせていないっていう可能性があるんですよね。そうですね。だからこういうやり方っていうのはやっぱりすごく無理があるっていうか、はい、うん、全く道理が、はい、道理に沿わないというか、まさに逃げてきた人たちがそんな証拠を持ってるわけがないんですよね。そうですね。書類とかね、はい、うん、そういうものから頑張って取り寄せたりはしてるんだけど、これができてて、そう、なぜに認定されないのかというのは、はい、なんかそのこれはこれは社長、はい、これ大臣は大臣の元、はい、もう一人やる、これ部長、もう一人分、うん、これ部長、これ部長、部長さん、サーチンザットこの人が、はい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 、うーん、ちゃんと書いてあるんですよ、うん、LTT in Sri Lanka and when the available、 なんかだからこれちゃんと書いてくれたって、うん、これでダメって、そうで、ここ信用できないんだったら自分で調べてくださいと、うん、本人に問い合わせるとかね、うん、そういうことをしてした上でやっぱり疑わしいっていうんだったらいいんだけど、そうじゃないからすごくおかしいなと思いますよね、返し方として。悪魔の証明ってよく言うじゃないですか、その絶対に証明できないことを証明させようそうそうそう、そうなの、土台無理なの、土台無理だし、うん、はい、証明してるじゃんみたいな話ですよね。そうなんですよ。彼にしてみればもうこんな赤いファイルを持ってるわけですから、それもですよね、うん、うん、はい、
これ大事なもの、はい、うん、そうでしょうね。あとちょっと、あとね、もう1個ある、今あのリビさんが言ってた、はいはい、あの今度裁判でダメになったらどうなるんですか、帰るんですかって言われて、私は帰らないって言ったじゃないですか、はい、でこれ今は難民認定申請中だから、はい、あの OK なんですね、一応帰らないで済んでるんだけど、はいはい、これがその難民 の, あの入管法が改定される、改正される、はい、解約されちゃうと、もう2回目の申請で3回目はなしなんですね、はい、で2回目の申請で 不認定だったら強制的に帰らなきゃいけない、で強制的にスリランカに帰らなきゃいけない、命の危険があったでも何でも帰らなきゃいけない、でそれ嫌だよっていうと今度はその送還忌避罪っていう罪になっちゃうんですね、刑事罰になっちゃう、だから今度は刑務所に行かない、今まで入管に入らなきゃいけない怖さがあるけど、はい、今度は刑務所になっちゃうっていう、はい、そういうことなんですよ。なんか何の因果でこんなことになっているのかっていうのが、本当に理不尽好めないですね。ですよね。なのであと、牛久でね、すごく頭がそうそうそう、あの病気になってしまったというか、10回かかってしまう、私も牛久でと思ったんですけど、これこの時は病気になった、すごい、うん、全部それは私の新聞とか病院の処理とか警察の処理とか全部は法務大臣からセーティファイフ、はんこ、はい、合ってる、うんうん、全部で、はい、法務大臣からはんこをやって全部送った国から、はいはい、これも、うん、これ全部オリジナル、うん、法務大臣セーティファイフ、おかしい、そうだよね、ちゃんと認証されているっていう、かかわらず、うん、本当におかしいことですよね。で、国連難民高等弁務官事務所は、はい、まあ、難民性があるということを言ってるけれども、日本の法務省は認めない、うん、だから、はい、あの日本 の, この国内の法律の方が上ですよね、はい、もっと言っちゃえば難民法から考えると、ね、難民条約から言うと彼は難民性が高い、はい、もうここで、うん、私のこと、おでらてのこと書いてないか、ね、もう書いてない、うん、書いたら、うん、私難民、うん、あ、なるほどね、ここで書いたら、うん、私本当に難民、だから書いてない、うん、なんかそんな感じもします。これね、不思議なことに、そうそうそう、彼が撃たれたという一番最大のことについ、ね、出来事について記載されてない、一切あの返事として聞かなかったことに、うん、そう、でも何度も言ってんだよね、ここではね、そうそうそう、言ってるけど書いてくれない、書いてくれない、でもし書かれてたらそれ、あの棄却の理由になりませんもんね、そうそうそう、あの難民認定申請がリジェクトされるというか、はい、受け入れていただけない状況ってどういう状況か、だからリビさんの場合ですね、すごくはっきりしてるんですけど、あの難民として来られた理由がとてもはっきりしてるんですけど、これだけ証拠があってっていうところでちょっとお話しいただければと思います、はい、あ、そうなんですよね、もうあのね、今日もあの赤いあの分厚いファイルをご覧になったと思いますけど、たくさんの写真だとか新聞の切り抜きなんかがあって、で実際にその、その彼がボディーガードをしていた 大臣からその手紙をもらっているんですね。で、それが入管の方にも行っているんですけど、この難民不認定、申請の、あの、まあ、不認定の理由っていうのが一応書面で出ておりまして、あ、これ今映ってるのが、これが大臣が書いてくれた手紙なんですね。で、それに対して、不認定の理由を書いてある文章の中には、まあ、一国の大臣がこのような一個人に対して、そういう手紙を書くというのは、こう、にわかに信じがたいということが書かれているわけです。だから、それだったらじゃあ、調べてくれればいいのに、こんな手紙自体がありえないでしょっていう、まあ、それが不認定の理由の一つになってるんですね。だからその書いた本人に確認を取ってないわけですね。まあ、取ってないんじゃないでしょうかね、はい、信じがたいというところで止まってますから。彼はだからそのこの大臣のボディーガードしてたんですか、ね、そうです、はい、ボディーガードしてって、それで撃たれた、ね、ええ、そうです。でもう一つですね、はい、すごくその彼が襲撃されたっていうところでちょっとショッキングな映像があるんですけれども、ええ、そうですね、これちょっとあの、非常にあの厳しい画像になりますので、ちょっと苦手な方は注意して
あのちょっと見ないようにした方がいいかもしれないです。ちょっとあ出ます。ちょっと小さく出し、はい、小さく出し、小さく出しました。はい、ね、あの結構ショッキングな、左下、はい、が要するに撃たれた。そうですね。おじさんが2人、亡くなっています。1人はこの、まあもうさっきもちょっと言いましたけど、モスクで、手榴弾投げられて、亡くなっているおじさんが1人、それから田んぼで、自転車で移動中に、銃で撃たれて亡くなったおじさんが1人ということですね。で、左下の写真はこれ リビさん自身が、銃弾を受けて、この右の手、に弾が貫通しているんですね。そしてその時っていうのは、選挙活動している時で20台ぐらいの、隊列で動いている時に、リビさんの乗ってる車だけが撃たれて、そしてリビさんの隣にいた友達、まあ、一緒に選挙の活動をしていた友達の、胸に当たって、その方はもう即死してしまったということで、まあ、そのことがすごく、まあ、本人非常に、辛くて、よくそのことを思い出す。夜眠れないとか、まあ、寝れる日があって次の日は眠れない日っていう感じで、まあ、あるいは朝3時4時ぐらいまで全然眠れないと、睡眠薬たくさん飲んでます。彼はその どういう理由でその撃たれた、そのまあ LTTE のさっきのそのまあアジトをね通報しちゃったっていうようなことがあったり、はい、まあ、あとはまあ選挙の運動の中でそういうこの勢力争いの中で今巻き込まれたという可能性もありますよね。はい、それからですね、仮釈放というか仮放免されても何度も何度も出頭されるということで、今日そのスタンプ帳のようなものを見せていただいたんですけど、それの映像が、あ、これですね。これがですね、とにかくこのちゃんと逃げてませんよっていうことを証明するために2、3ヶ月に一度入管、品川の入管の方に出頭してるんですね。で、そしてスタンプを押してもらって、また、次ので、で今、まあ、コロナ禍なので、そうそうしょっちゅう行くこともなくなってはいるんですけど、でも2、3ヶ月に一度行っています。で、その時にの例えば来週入管なんだっていう時はもうすごく心穏やかでないというか、わさわさした感じにやっぱり皆さんなりますし、その時に次の入管の出頭の時にその方が、入管に再収容されてしまうっていう可能性はゼロではないんですね。まあ、今コロナ禍なのでたくさんの方が出れる状況にはなってるんだけど、それでも再収容されてしまうという恐怖感が一個はあると。で、もう一個は例えばリビさんみたいに次こそ出るんじゃないかと、難民申請が、うん、ね、もうこれだけ散々待ってるんだから次は出るんじゃないかっていう、だからもうその振り子のこの幅が再収容されちゃうかもしれない、その場で、あるいは難民認定がやっと降りて自由になって働けるかもしれないっていう、もうものすごい幅の中でドキドキしながら入管の出頭の日をこうなんていうのかな、2、3ヶ月ごとにいつも味わわなきゃいけないっていうのはしんどいだろうなと思います ね、本当になんか、うん、なんかその仕組みがもうなんか考えられないですね。そうですね、もうちょっとなんかこうね、なんかね、人権ってさ、うん、言われてんだからもうちょっと考えてほしいですね。そうなんですね。だから人権って言った時に日本にいる日本人に対する人権のことしか考えてなくて、で、人権って本来もうとにかく人間であれば誰でも人権持ってるっていう、そういう感じじゃないですよね、やっぱね。本当になんか、うん、腹立たしくなってくるね、はい。あと今日すいませんお邪魔させていただいて、その就労ができないっていうことがなかなかちょっとよくわからなくて、こちらでの入国管理局のホームページから働いちゃいけませんよって書いてある、はい、お知らせをちょっと見つけてきたんで出したいと思います、はい、難民申請をしていることによって働くことはできませんよと。そうですね、これまたちょっと2018年ルールが変わって、それはできませんということなんですね。で、これがまあ、就労ができないっていうことが本当に、だから例えばこのアルベ難民センターでもこの、まあ、ここでか、まあ、心と体を癒して、そして日本のこの社会地域の中にまた出ていく、そして自立するっていうようなことが
目的にはなってるんですけれども、まあ、自立って言って口で言うのは簡単だけど、結局働くことが許されてない人が自立するっていうのは実際にかなり困難というか、まあ、こう、あ、地震だ、あ、大きい、皆さん大丈夫でしょうか、はい、まあ、止まったんじゃないですか、大丈夫ですか、はい、まあ、そういうね、だからその就労のことっていうのは、もう決め手に、もう人生の決め手になりますので、働けるか働けないかっていうことは、だから、すごい大変。だからその、なんていうのかな。それ私もちょっとこう、今回っていうかこのアルペで関わらせていただいて思うのは、やっぱりその、なんか、就労できるっていうことは単に賃金が得られるっていうことだけじゃなくて、その人が社会で受け入れられてるかとかね、その、なんかこの、自分に価値があるのかとか、社会につながりね、そう、必要とされてるのかされてないのかみたいなところにやっぱり行っちゃうから、やっぱすごくそういう意味で精神的にきつい、もうお金が入らないっていうことだけじゃなくて、やっぱり自分の存在がこの社会の中でなんかないみたいな、認められてない、ね、でつながりが実際にはこう作りにくいですよね。ですね、本当に、だからなので、これ例えば働くなって言っていて、はい、でまあその仮放免しましたって時に、はい、多少そのなんか生活費は国は出してるんですか、はい、あ、全然出してないです。いや、全然ないです。それ どういうことなんですかね。そうなんですよね。それめちゃくちゃですよね、はい、やってることが。で、まあ、この、この、まあ、今日ね、会っていただいた事務局長の有川が、はい、やっぱこの活動を始めるきっかけになったことっていうのは、結局、まあ、面談をして、入管施設で、まあ、面談をして、その、まあ、いろんな保証人が出たり、保証金を出すことによって、まあ、出てくる。解放されるということがあったとしても、その日に泊まるところがないんですっていう、また新たなものすごい問題が出てくるんですね。お金もないわけですね。そうなんです。はい。で、働いちゃいけないでしょ。だから、実際に、まあ、路上生活を経験された、難民の方もこの今、アルペで暮らしています。だから、そういう、本当に、なんだろう、仮放免を、っていうこと自体は良かったんだけど、その、泊まる場所がないとか、行くところがないっていうことはすごく大きなことなんですね。だから今晩泊まるところがないんですっていう、そういう声をたくさん聞いて、この、ま、事務局長の有川が、この、ま、イエズス会のこの土地、この施設を借りて、センターを、シェルターを作ったという、そういう経緯なんですね。ね、まあ、それでもね、全ての人を受け入れられるわけじゃないですからね。いやでもそのいや普通に考えてね、はい、日本に来ました、はい、でまあいいですよ、その難民認定するまでに時間がかかることは、うん、まあ仕方がないとして、ね、はい、それは役所仕事なんだから仕方がないとしても、でその仮放免みたいな、ことのその仕組みもあって、はい、で外に出て出してあげるっていうのも変ですけどね。でそれで働くなって働くな、うん、ってことは死ぬか帰るかどっちか選べって言ってるしか思えないですよね。そういうことですよね。はい。だから、まあ、国としてはね、もう帰ってくれればそれでいいっていう考え方だと思いますので、帰りますっていうのを待ってる状態。でも帰ったら殺されるかもしれないですね。彼の場合はそうですよね。ね、はい。例えばこれから多分、まあ、あんまり来てないですけど、例えば香港なんかもそうじゃないですか。はい。はい、で帰ったら殺されるかもしれないとか、捕まって収監されて死ぬまでもいるかもしれないっていうような状況、分かってるわけでしょ。そうですね、はい、まあ、ミャンマーなんかもそうですよ ね、民主化運動関わってらっしゃった方なんかはもう帰れないでしょうね、やっぱり、ね、でその例えばサッカー選手なんかそうだけど、はいはい、ああやってこうマスコミに取り上げられるとさっと出して、うん、はい、でそうじゃないのはあだこだりなんかナックスつけて、はい、手紙まで来ててもこんな手紙に来たのみたいな、はい、腹立ってくるね、本当に。そう、もう知れば知るほど何なのっていう感じですけど、ね、本当に、で、はい、それでね、彼なんかって20年でしょ、はい、20年そんなことやるずっと、どうし
どうしたらいいのかなって、ね、うん、どうしたらいいかってどうしようもないんだけど、うん、さらにあのすいません、はい、あの入管法改正だった、はい、廃案になった、ええ、あの改正についてちょっと。ああ、そうですね、さっきもちょっと触れましたけど、まあ、あの難民認定申請をしている限りは日本に入れたけれども、今度は2回までは OK だけど3回目の申請でも強制送還を させられてしまうということですね。でその強制送還が嫌だというと、今度はあの送還の忌避罪っていう、今度はそれが罪になってしまうので、入管施設じゃなくてこの刑務所に入れられてしまうということなんですね。本気でやるんですかね。いやそんなことでいいのかなっていう感じ、まあ、でもやっちゃうかもしれないし、はい、ただその話をあのまたあのリビさんじゃない他の方と、あのリスリアングの方とお話してたら、刑務所の方がいいよと言うんですよね。でそれどういうことって聞いたら、刑務所って懲役2年とか5年とかって決まってるから、その日を待ってれば出れるでしょって。でも入管施設の場合はあの無期限長期収容なので、うん、いつ出されるか分からないとか、あの帰国しますって言わない限りずっと無限に 無期限にその収容されてしまうっていう、うん、まあ、そういうことがあるので、刑務所の方がよっぽど楽だということを言ってる人もいましたね、うん、まあ、それでもまあとりあえず廃案になったんですよね。あ、そうですね、はい、でもまだ何かでもやろうとしてるんでしょう。何年後かにまたバッと出てくると思うので、うん、これね本当に何か野党頑張ってからもらわないと。そうですね、うん、うん、はい、自民党の人がそれをやりたいわけじゃない、知らないんだろうね、うん、まあ、ほとんどの人がね。そうですね、まあ、入管のことって何か本当に分からないし、で何、うん、か本当に分からないことだらけで、ブラックボックスっていうか、うん、そのなんかなど何の根拠でこの方々があの出て仮放免で出てきてるのか、その仮放免ももらえないのか、なんか その辺からもわからないし、あの根拠っていうか、なんかどういう仕組みになってるのかもなんかわからないんですよね。だから入管に任されてるんでしょうね、きっと。だからその今回そのウィシュマさんの事件が、はい、お手に出てきて、ええ、で少しそれが知られるようになったのと、はい、ええ、まあ、野党の国会議員が一部動いて、はい、ええ、福島みずほさんなんか一緒にやってますけど、ええ、そうですね、はい、だからそれがでもなかなか社会っていうか日本社会に伝わらないっていう、うん、そうですね、まあ、だそういうのもあってここで何か伝えたいなっていうのがね、はい、そうですね、ありがとうございます。あの今ちょうどねウクライナのこう避難民のことで、うん、やっぱりみんながすごい関心を持ってる時に、いやいやウクライナの避難民受けることも大事だけど、もうこんなねこの難民認定申請でずっと待ってる人たちがこれだけいるんだということも一緒に考えてもらえるようになったらいいかなと思いますよね。そうですね。まあ、これ例えば移民っていうのもそう簡単にできないんですよね。うん、難民もいいから移民させてって。まあそうですよね。はい。そうだから、あのまあだからそういうこともまあ一つの移民として、うん、あの認められれば、うん、まあそれはそれでいいという感じもあります。これだけ難民を認めたくないのであれば、うん、せめて在留許可出して働けるようにしてほしいっていうのはありますよね。まあそれ、まあ、それ一旦帰れみたいなこと言うんだろうね。うん。一旦帰ってもう一回来いみたいな。そういうこともあります。書類、はい、ちゃんと出してこいって言いそうだよね、日本のその行政は。どうしましょうね、本当に。あの、やっぱりこう、まあ、少しずつでも伝えていくしかないんだと思うんですよね、はい、いろんな人に。はい、だから、その、相当大変な思いをしてる。まあ、これ、例えばアメリカなんかどうなんでしょうね。あのトランプの時に入れないとか、ね、壁作るとか言いながら、はいはいはい、まあ、実際には壁作らなかったし、まあ、ちょっと警備を、うん、あの強固にしたりとかしてたけど、それでもどんどんメキシコから入ってきてるかとか、はい、メキシコだけじゃないですか、メキシコを経由して入ってきてるので、どっちかというと南米から来るんですよね、はい、で難民に関してはやっぱり認定してる方だと思います、まあ、日本はねもう、うん、そのすごい非常に低いですけれども、うん、はい、あのもちろんカナダとかドイツほどではないにしても、それでも受け入れてますから、うんうん、それはすごいなと思いますよね、難民を認定するということに関しては。ただね、あのだからアメリカの場合だから多分南米
中南米 の、はい、まあ、その政情不安のところの人たちでしょうけど、はい、やっぱりヨーロッパはずっと、まあ、ほとんど地続きだから、だからまあ満ちたあればというグループですよね、はい、そういうところもどういうふうにしているのかっていうことをやっぱりもうちょっとこう参考にしながら、少しなんかこう同じようなね、できるところはなんかそうですね、してくれっていう、だから結局ロビングしなきゃいけないですよね、そうですね、ね、あの他の国で、まあ、私たちもね、この前あの鎌倉で勉強会やったんですけど、カナダのケースっていうのはなんか5人の保証人がいると、5スポンサーシップっていうんですけど、うん、5人自分のスポンサーになってくれる人がいればもうすぐ入れてくれるみたいですね、うん、だそれはやっぱりいくらか出し合って、うん、こうね、保証金を出してっていうことなんですけれども、まあ、だからいろんな国でそういう試みがあって、そういうのも自治体と民間の、うん、グループなんかこう連携してやってることなので、うん、まあ、そういうことがあの鎌倉でもやれたらいいかなということで、はい、あ、そろそろ鎌倉市議会、あの地方自治体の動きの方をお願いします。はい、でこの、まあ、鎌倉の、まあ、結構市議の方もあの真剣に動いてくださっていて、で、あの、あ、これ出てますかね、はい、鎌倉の、市議会が、この国に対してですね、意見書っていうのを出しているんですね。はい。だから、あの、まあ、難民認定、こういう、まあ、いくつかの、まあ、3つのポイントあるんですけれども、あの、難民認定のこのやり方自体がどうなのっていうことですよね。だから入管っていうのはやっぱり、その、出入国を管理する、まあ、取り締まる側だから、まあ、そういう機能って必要だからあっていいんだけれども、だけど、取り締まる人が保護するっていうことはなかなか難しいっていうか、うん、同じ機関がやるっていう、だから、あの、難民をやっぱり、あの、保護する。という役割は、それは第三者機関であるとか保護をするという目的 の、うん、あのちゃんとそういう機能を持った機関がやった方がいいっていうことですよね。川口のもその、まあ、クルドの方がたくさんいらっしゃるので、うん、はい、川口もそういうのを出してるんですよね。とあと鎌倉もやってる、はい、鎌倉もそういうことをしています。そして生活困窮の問題っていうのがあるので、やっぱりあの限定的であってもあの就労ができるようにしようとか、あとはあのだからあの管理方面の人っていうのは働けないっていうことと、それから健康保険に入れないんです、10割負担なんですね、あとは県をまたぐ移動ができない、あのいちいち入管の許可がいるっていうことがあるので、そうなんです。だからこの東京にあのリビさんと一緒にここに来るってことはできないんですね、東京だから。江戸時代みたいですね。そうだから手形がいるんです。この3つなんとかしましょうよということもあって、まあ、あの、ある程度限定的でもいいから就労できるようにするとか、それからやっぱりその健康保険ですよね。もうみんな怖くて病気できないっていう状況ですから、まあ、そういうことをあの国に対して、意見を出して、あの意見書を提出していますね。で、それもそういうこともあって、まあ、その市議の方々と、それからあとは、まあ、その地域の企業だとか、あの、社会福祉協議会と、それから、あの、社会福祉の施設とか、まあ、そういう市民グループの方々、一緒になって、うん、この、まあ、鎌倉で、その、なんかそういう、まあ、難民の方々の、その、支援というか、受け入れっていうのを、この、ま、町ぐるみでやっていきましょうよっていうことを今、やっています。うん、はい、だこれはすごく、まあ、そういうのがうまくいけば、なんかモデルケースとして、なんか全国にこういうのができてきたらいいかなというふうに思います。それはやっぱりアルペができて、そういう動き、はい、そうですね、まあ、意見書にもアルペの名前が出て、まあ、こう鎌倉にもこういうのできましたしっていうくだりなんですね。だから、まあ、それは一つの、まあ、機運っていうか、まあ、刺激になったというか、気づかせたというか、はい、まあ、大事なことですよね、それはね。まあ、気がつかないと始まらないですからね。で、まあ、鎌倉の場合、なんか難民政策をどうするかってなかなかこう考えてるだけじゃしょうもないんですけれども、うん、実際にこういうふうに難民さんが鎌倉に暮らしてるんだよっていうことっていうのはやっぱりすごく大きなことだと思います。それも私にとってもそうだし、やっぱり、まあ、自分、ちょっと国際協力のことをやってますので、まあ、いくつかの難民キャンプっていうのを回ってきてたんですが、やっぱりこの自分のこの生まれ育った鎌倉に難民が
暮らしてるってことはすごくやっぱり大きなことですね、うんうん、でこれがやっぱりすごく身近なことになるし、あの友達になることでやっぱりこの難民のことをあの身近に感じて、うん、何か自分にできることがあったらいいなっていうことを、まあ、たくさんの人がね思ってくれればそれでいいし、まあ、難民でその、はい、仮放免っていう状況で何人ぐらいの方がいらっしゃるんですか、はい、あのこのシェルターにじゃなくて日本人、日本、どうも分かんないですね、分かんない、ちょっと分かんないですね、数字でも数百とか、はい、今だから収容されてる方が300人ぐらいいるって言われたけど、それもちょっと分かんないですね、ちょっと分かんないですね、うん、うん、はい、なんでそんな外国人嫌がるのか本当に、ね、別にね、そうだからやっぱりね、あのそう、あ、なんていうのかな、この異文化というかね、あのその多様性というかこの多文化であることがまあ豊かになって面白いんだけど、そういうのをやっぱり認めたくない空気っていうのはやっぱり伝統的にあるんじゃないでしょうか、まあ、それはね、例えばそのアメリカにしたってヨーロッパにしたってそうだけど、はい、やっぱり黒人の差別とかってのあったわけだし、はい、まあそれこそね、あのイエローの差別もあるわけだし、はい、でそれを乗り越えてきてるわけじゃないですか、うん、で日本まだそこの一歩も進んでないという状況ですね。ねえ、だから、はい、ただあのやっぱりね、こうあの実はこのポスター、あのこの鎌倉の市内の公立の小中学校全部にお配りして、あ、はい、あのこれから貼ってもらうんですね。でやっぱりそういう、こう本当に身近にその難民の方が いるのだというところをやっぱりこう第一歩として、うん、なんかこう面でこのやっぱ意識も変わっていくんじゃないかなと思うんですよね。で、友達になったら案外、今日もね、あの地元の子があのお庭で遊んでたじゃないですか。で、ああいう経験っていうのがすごく大事で、あの多分あの2人ともやっぱり大きくなった時にすごくあの体験が生きてくると思うんですよね。あの怖くないとか仲間なんだとかね、友達なんだっていう。ね、もう地元でもやっぱりちょっと内心怖いっていう話を聞くことがあるんですよ。なんで怖いのかな。そう、でも一旦友達になっちゃえば、あの怖いっていうことをもう本当乗り越えて、全然そんなこと勘違いだったということになるわけで、みんながそうなったらいいなと思うんですよね。まあでも誰かが怖いって言うからそういうことになるね。で知らないから怖いね。知ってれば楽しくなるのに。知らないものに対してすごいやっぱ怖い。まあ知らないものって怖いけど、誰でも。そういう。いや、でも人間ですよ。ねえ。ねえ。まあ、だから言葉が通じなかったら、はい、その、まあちょっとこの人何考えてるのか分かんないなとか、ええ、何を訴えてるのか分かんないから近く寄りたくないとか、うん、っていうのは分かるけど、はい、あの、ね、今日いらっしゃった方、みんな日本語で、たどたどしかっても、ちゃんと喋るわけで、はいはい、何を欲してるのかとか、はい、どういうことを考えてるのか分かるわけじゃないですか、うん、はい、分かろうとすればね、そうですね、はい、それでなんで怖いのか ね友達になっちゃえばみんな素晴らしい人たちなんです、本当にもう、ね、さっきあの泉さんも言ってたかもしれないけど尊敬できる、うんうん、本当にあのそういう人たちなんですよね、うん、だからそれをこうなんていうのか知らないのはもったいないなっていうふうにも思いますし、うんうん、いやもうその知らないのもったいないのもったいないけど、やっぱりそのね、一人一人みんなやっぱりその生きていく権利があって、はい、で幸せになる権利もあって、はいはい、でそれをある種阻害してるわけだから、うん、だからそれはもうちょっと考えたいよねっていうか、そうですね、うん、その僕あんまりこういう言い方したくないんですよね、その自分の身に起こるかもしれないから考えたらどうって、うん、いやいやそんな身に起こらなくたってこの人幸せに生きていけんのかな、うん、こんな状況で幸せに生きていけんのかなっていうことをもう少し考えた方がいいんじゃないかなって、はい、そうですね、でそれはでそういうことを考えればいろんなことに応用できて、うん、それは別に難民じゃなくても、はい、外国人じゃなくても、はい、いろんなことにこう応用できていく、でそれがその難民の方に対しても同じようにしていけば、うん、はい、もうちょっとなんか優しい社会が誰だって幸せに生きたいんだっていうことですよ ね自分がそうであるように、うん、自分だけ幸せであればいいっていないと思うんですよね、だって自分が幸せだけど周りの人は全部幸せって言ったら、うん、多分
自分それこそ恐怖なんじゃないかと思うんです、ね、はい、そうですよね、はい、いつか何か狙われてんじゃないかみたいなね、はい、そういうふうにこうかんだ、うん、なんかもうちょっとそういうふうに考えてこうなんかこうね楽しい社会を作っていきたいんですけどね、はい、別にそんなあのねあのなんていうのかな右だとか左だとかなんだとか関係なくね、そうそうなんです、僕もねなんかこう支援すべきだとか全然そんな風に思ってなくて自分が楽しく生きたいだけなんですね、うんうん、ハッピーに、ね、だけど自分が今おっしゃったみたいにね周りがハッピーじゃないのに自分ハッピーってちょっとないっていうか、うん、自分もっと面白おかしく楽しく生きたいだけなんだけど、そうそうそう、やっぱりみんながそうだったらいいなっていうだけなんですよ、うん、ね、あの、うん、みんなが喜んでくれることが嬉しかったりするし、そういうことをねなんか考えていかないと、うんね、難民の問題だけじゃなくてね、はい、だから何でもこうね、うん、今特にほらこうね法律なんかでも罪をこう厳罰化するような方向になって、はい、いや厳罰化してそれがなくなればいいってことじゃなくて、うん、みんなが楽しいね、例えば煽り運転なんかもそうだけど、いややられたら嫌じゃん、嫌ですよ、でやられたら嫌だからやらないっていうよりは、いやみんな楽しく運転できればいいでしょってところをね、うんうん、ちょっと腹立ったって言ったってそんな一緒の話じゃないのって、はい、なんかやって鬱憤なんか晴れないんだしね、うん、そうなんですよね、なんか変な流れがこう連鎖してるけど、うん、楽しい連鎖になってくるといいなっていうことですね、 それ多分みんなこういうのもみんな同じことなんだと思うんですよね、うん、だからもうちょっとこうよくなってほしいですねっていう感じで、はい、なんか忘れてることあるのかな、すいません、一個どうしても聞きたいことがあって、はい、漆原さんが、はい、ですね、このお仕事を志された理由とか、はい、その、はい、なぜこの JLMM に入って、ね、このような活動をするようになったかみたいな個人的なことをお伺いしたいんですけど、ちょっとあと1時間ぐらいになっちゃうんで、ちょっともう時間がもうすでに、はい、あとな今日若い方にあちょっと呼んでらっしゃるかもしれない、大丈夫、あのお会いしてもうすごく、はい、あのなんていうか感動しちゃったんですよね、あの大学生の、はい、大学生、はい、在学中なんですけれどもボランティアとして活動されている、はい、あすみません、ボランティアじゃなくて職員の方でしたよね、スタッフです、はいはい、しっかり活動されている女性に会ったので、ちょっとそのインタビューを流したいと思いますので、はい、ぜひぜひお願いします、僕も見てみたいです、アルペの職員にとても若い方がいましたのでインタビューしてみたいと思います、及川さんです、自己紹介からお願いします。はい、アルペの職員でもあり上智大学に在籍しています及川泉です。はい、もともとは家がすごくアルペから近所で、去年ぐらいからアルペで働かせていただいてるんですけど、ちょうどコロナ禍で自分がもともと国際的なことに興味があったのが全くできなくなってしまって、その中でアルペに来ないかって誘っていただいて、家のこんな近くに、なんて言うんだろう、世界のいろんなところから来た人と関われる場所があるんだなって思って来たのが始まりです。ネガティブな部分、まあ一つはなんか最初にここに来た時に空気が重いなってすごく感じて、あの今は結構たくさんのボランティアの方が関わってくださってたりして。まあ、なんとなく活気がある時間も多いんですけど、前は本当に人の出入りも少なくて、もうなんか人が本当にここにいるのかなって思うぐらい人の姿も見えないし暗くて、そういうところを見て、あ、もうちょっと明るくしたいなって思ったりとかしてたんですけど、まあ、やっぱりそのそれぞれ難民の方たちのその抱えるものが大きいっていうのが、まっすぐこう暗さにつながっちゃうところがあって、そういうところはすごく残念だなって、あの楽しいモードになればすごい愉快な人たちなのに、なんか楽しいことがないのはなんか残念なことだなと思うっていうのと、あとはやっぱりあの難民申請のお手伝いだとか、これからの将来どうしようかって一緒に考えるお手伝いをするときとかに、なんか本当に日本の制度が悪かったりしてどうしようもない現実みたいなのがいつもそこにあって、その中で
どうしていくかを考えなきゃいけないから、なんかそもそもその枠組みがすごいおかしいなとか思ったりすると、それはすごいネガティブな面に感じますね。同世代なのにすごく自分とは違う本当に大変な経験をしてここまで来られてて、から同世代なのに、なんて言うんだろう、尊敬するべきだなってすごく思っていて、なんか難民の人って言ったら、じゃあ助けなきゃいけないとかって思うと、どうしてもこう上から見てるような、何かしてあげようっていう目線になることが多いと思うんですけど、その前に、まあ、若い人に限らず皆さんそうなんですけど、難民の方として日本に来られてて、まず母国ですごく大変な思いを経験されて、で日本に来た後でも暮らしが大変だったり、入管施設に収容されたりで本当に大変な思いをたくさんしてきているからこそ、なんかすごく人間的に経験のたくさんある方たちだから、その何かしてあげるっていうことの前に、すごくそこを尊敬すべきなんじゃないかなと思っていて、だからなんかあまり同世代っていう意識を感じたことがないくらい、すごいなんか尊敬する対象でもありますね。でも楽しむときは、なんだろう、同じ感覚で楽しめるから、同世代だからこそそういう楽しい面では一緒に楽しめたらいいなとは思います。なんかこの1年ぐらいアルペと関わってくる中で、この1年でもすごく大きな変化があったと思っていて、最初は関わっている人数も少なかったのが、ボランティアで来てくださる方とか、遊びに来てくださる方、あとは取材に来てくださったり、そういうのがすごく増えたことで、アルペのこと、難民のこと、アルペに住んでる難民のことをこう知ってくれる方がすごく増えたことで、特にこの地域の中、鎌倉の中では、その日本の難民のシステムはおかしいんじゃないのって言ってくれる人がたくさん増えて、でそこから次に進んでいく感じが今すごく自分の中ではしてて、なんかもともとは何も知らなかったから問題だとも思わないし、なんとかしようなんて思いもしないけど、実際に難民と関わったり、そういう問題について知ったりしたら、まあ、多分誰が聞いてもそれはおかしいんじゃないのかなって思うようなのが今の状況だと思うので、まずはみんながそういう状況を知ったり、あとは難民と関わりを持つとか、友達になる、話してみるっていうところから、みんながなんかちょっとそれっておかしいんじゃないとかって思うようになると、みんなの意見が動いて、これから国の制度とかもそういうみんなの意見から変わっていけたらいいんじゃないかなって思っています。あの最後 あの質問が分かりづらかったと思うんですけど、はい、難民の方、女性の方で、あの、うん、お子さんをあそこで生まれたりとか、娘さん今度小学校1年生になられる方を育ててる方いらっしゃいましたよね。で彼女はまだ20代だっていうことで、それで難民としてこうやって日本に来てお子さんを産んで育てていく、一人でっていうことで、あのアルペにいらっしゃってるんですけど、まあ、そのなんて彼女とその今 あの職員の方がとても明るくこう会話をされていたので、すごい新鮮だったというか、うん、なんかこう目を開かれた感じがしましたね。とてもいいあの話をいただいてありがたかったです。リフジーウェルカムって書いてありますけど、まあ、あのこんな風にあのこれ、僕もこう聞いたんですけど、マドリッド あのスペインのマドリッドの市役所、市庁舎のところにバーンってかかってたみたいですね。で今かかってるかどうか分かんないんですけど、まあ、これ街でこれをやってるってすごいなってやっぱ思ってて、はい、まあ、こういうマインドで生きていったら世の中あの楽しくなるだろうなと。まあのんきなこと言ってんじゃないよと言われるかもしれないけれども、あの人がやっぱり幸せに、生きれる社会を作れるんじゃないかなというふうに思っております。はい、とか、はい、まあ、多少うちのコメンテーターなんかでも元あの、政治家やって野党の政治家やってた人なんかが、はい、あの惜しく見に行って、うん、はい、まあ、ちょっとあれはもう本当に人権無視してる施設だっていうような、うんうん、であれは何とかしなきゃいけない、でそういうものをやっぱりこう
世の中にも伝えなきゃいけないし、はい、まあ、政治家も知らないっていうのもあるから、うん、そっちにも伝えなきゃいけないんだろうなと思うので、はい、なんかこれからねこういろいろといろんなものをあの一緒に伝えていければなと思いますので、はい、よろしくお願いします、はい、こちらこそよろしくお願いします、はい、今日はあの、はい、長々と、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます、はい、はい。